いい匂いする。あーすごい。あー、ジャンボココロチャンネルクッキングエンターテイナー大西哲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然ですが鶏めしをやります。もともと鶏めし得意なの。鶏めし自信力ですよ。自信力です。はい、居酒屋哲也やってた時とか旭川でやってた大西クッキングスタジオとかでも人気のメニューだったわけですよ。でこれ鶏めし別に異質の時期っていうのもないし、いつかやりたいなって思ってたの。鶏めしって聞いてさ、まあ、あーんって思うじゃん。予想のね8倍ぐらいうまいから。ああ本当に。うん、それは大変な数字ですよ。そう、しかも食べちゃう、なんか強い。あーなるほどね。いっぱい食べるからお太り注意。簡単に美味しく作れる、うん、そうで店で食べるっていうより家で食うやつ。大西おすすめの鶏飯作っていきましょう。ココカロスキッチン。それでは材料紹介です。米3合、鶏もも肉、舞茸、ニンニク、ごぼう、大葉、砂糖、醤油、酒。悪いことは言わない。3合作った方がいい。一瞬で食べちゃうから。あと冷凍できるから。ああそう。おにぎりにしてもうまい。ということで作っていきましょう。鶏もも肉の皮を外します。これは何のためにやるかというと、鶏皮グニグニ事件をねやはり回避したい。親子丼の時もやったね。先に皮だけカリカリにするのさ。なんか中華鍋が作りやすいんだけど、別にテフロンのフライパンでも普通の鉄フライパンでもいいから、フライパンを温めてちょっとだけ油入れて、でこれを火を浴びて焼いていく感じ。鶏肉は細かめに切っておきます。大きいので食べたい人がいれば大きめでもいいし。でごぼうはささがきにします。ピーラーでもいいよ。不揃いさを生むっていうのがいいんじゃないかなって思うんですよ。はい、ささがきできました。そしたら軽く水にさらす。3分ぐらいかな。ごぼうのアクってそんなに悪いアクじゃないんだよね。実はブドウとかワインとかポリフェノールなんだよね。そんなに実は抜かなくてもいいという説。特に旨味が抜けちゃうし、色白くしたいやつとかだったらいっぱい抜いてもいいかな。あの酢入れたらよく抜けるから。細切りみたいな、まあ、何でもいいんだけど、おろしてもいいしスライスでもいいしみじん切りでもいいんだけど。で舞茸はほぐしておきます。舞茸はね別になくてもいい。大分の吉野鶏めしっていう鶏めしがあって、それがね昔自分で作って食ってみたらやたらうまくて、おいしんぼで有名なんだよね。それをベースに作ってる。炊き込むんじゃないんだよ、混ぜご飯の朝。パリッとなったでしょ。はい、よし、油切って鶏油が出たでしょ。はい、これで調理するわけよ。なるほど。火を強くして肉軽く色が変わる程度に炒めます。後からちょっと煮るから、ここで火を入れすぎると硬くなる。ごぼうは水切り取ります。まだ赤いとこが残ってるぐらいでもいい。こんなもんでいいや。ごぼうと舞茸とニンニク、ちょっとごぼうがしんなりしてきたなってなったらお砂糖結構入れるから、間違ってないから、甘くないとダメだから。これ砂糖が全体と馴染んだらお酒と醤油。今汁結構汁汁でしょ。この汁が3分の1くらいになるところまで煮詰めていきます。もう完全に汁気飛ばしちゃってもいいし、ちょっと汁汁でもいい。ご飯の状態で決めてもいい。鶏皮をねこう砕いとく。バリンバリンですね。バリンバリン。鶏皮グニグニ事件が発生する可能性は 0% でしょ。で大葉も細切りにしときます。でそうこうしてる間ほら汁気が3分の1くらいになったでしょ。そしたら OK。 炊き上がったライス国務長官に、炊きたてご飯がいいですか。やっぱりいや炊いた後でもいいよ。関係ねえ。うん関係ねえ。むしろ冷凍ご飯を美味しく食べるための手段でもある。あーいい匂いする。あーすごい。全部均一に混ぜなくてもいいから、その味の濃いところ薄いところあるのもいいから。なるほど。5分ぐらい蒸らして完成だね。まあ、今回はこのままでいきましょう。はい、盛るでしょ、うん、カリカリの鶏皮をトッピングして草を乗せて、はい完成です。心。はい、大西が二十歳の時から作ってる自信のメニュー鶏飯です。どうぞ。居酒屋哲也で美味しかったもの何って聞いたら、まあ、ビーフシチューかあのテキサス式スペアリブホールドかこれって言われてたね。大西、はい、はい、いただきます。うまい。給食の味する。あーなるほどね。うわこれいいっすね。いいでしょ。簡単でしょ。しかも、うん、超簡単でしょ。うん、はい、卵黄さん入りまして、ちょっとごま油、タラタラタラのタラリンチョ、はい、うまそう。美味しいっす。まあ、卵黄あるとよりまろやかになるし、うん、そうだね。鶏肉も美味しいよね。そう、たまにあるこのカリカリの油の、あそう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 、濃い味が、うん、
アクセントになるし、うん、でこのご飯にも混ぜただけなのにすごいちゃんと味いくんすね。そう、炊き込んだんじゃねえかっていう感じでしょ、うんうんうん、炊き込みでここまでしっかり味付けるって結構調味料入れなきゃダメなんだよね。だけどこれ混ぜご飯だから米の外側に味がついてるからそんなに入れなくていいのさ。こっちの方が体にいいよね。うまっ。いやこれさ一杯で終わらないやつでしょ、作ったらさ。でもおかずいらないじゃん。そう、もう丼みたいなもんだもんね。そうだね。あら、さっきオートミール結構食ったのに、うまっ。ペロペロペロのペロリンチョですね。もうちょっと食う。もうちょっと食べる。いやごぼうも美味しいんだよな。そう、鶏うまいでしょ、ごぼううまいでしょ、砂糖と醤油と酒美味しいでしょ。だけどそれだけだと味がちょっとぼやけるから、そこにニンニクが効いてんのさ。なるほど、はい、なるほど。ニンニクがいい仕事してるんですよ実は。じゅんぐり無限に食える。プレーンで食べて、うんうん、卵黄乗せて、うん、ごま油かけて、うん、ごまかけて、まあ、海苔かけて、うん、あそうだ、海苔かけて、またプレーン、また美味しい。はいはいはい、これ室崎も家で作るかもしれない。あこれはやるね。あるな、あるよね。さすがにあるよね。できる、うん、マジか、はい、よかったです。いや美味しいですね、はい、いやなんか普通のワンってやっぱ美味しいんだよな。いやなんかさ、ごちそう的なの多いじゃん、はいはい、うちのチャンネルさ、なんでもないおかずをめちゃくちゃその専門店の味にみたいな感じだからさ、たまにさこう家でやる本当に美味しい料理みたいなのもさいいよね。あの前ランチをやってた時には余ったらおにぎりにしてテイクアウトで。普段1合しか食べないんですよねって人も、うん、取っといた方がいい、冷凍で、ね、そうです。レンジしたらこのままの味でほぼ食べれるから。美味しいですわこれは、はい、すぐできるね。すぐできるし、よかったです。皆さんぜひやってみてください。チャンネル登録、グッド評価、チャンネル登録の横のベルマークで通知の設定もお願いします。プレミア配信楽しいですからね。 SNS のフォローもよろしくお願いします。あ、そう、ツイッターの、そう、ギリギリだよ。それでは皆様またお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で、ね。